はい、皆さんこんにちは。元気なおじです。さあ、今回はね、こちらのイヤホンを紹介したいと思います。これね、誰か読み方を教えて。これトリッポイウィン TC01 というモデルになりますね。で、このブランドを知らないんで、読み方がね、わからないんだけれども、リケーブルが来ておりまして、で、前回 KZ のリケーブルがね、2ピンのやつが1個来てて、あとは全部このブランドのリケーブル4種類じゃない3種類が来ております。これね、で、今回はこのイヤホンを開けます。ケーブルはね、後ほど紹介したいと思います。で、今回はね、インナーイヤー型のイヤホンになります。色が2種類あるんだけども、こちらではなくて、こちらですね。シルバーモデルの方があるので、こちらはね、シルバーって書いてあるんでね、銀色って書いてある。ほら、ででん、ね、ピントが合わないけどね、銀色モデルがやってきております。さあ、オープンボックスいきたいと思います、ね、それで、銀色はね、こちらのタイプになります、ね。で、まあ、ケーブルもしっかりとしてるのかな。で、ボディが金属っぽいような感じで、例えばおじいが持ってるトライアイ4とかトライアイ3とか、あとチーハイファイとかね、そこら辺が金属ボディでできてるので、まあ、そんな感じかなって感じだね、うん。はい、内側はこんな感じね。ここのね、このボタンみたいな、こういう感じインナーイヤーで、ここにこうポンってこう軽くはめる感じなんで、密閉型ではないんだよね。本当にオープン型ではね、インナーイヤーっていうとね、ただ結構なんていうかな、こう開放感がある感じで、聞こえるんだね、音がね。はい、で、しっかりとロゴもついておりますし、見た感じかっこいいよね。はい、よく見るとこんな感じ、こんな感じね、ケーブル言うとこんな感じ、ケーブルしっかりとしてるよね。はい、それで、リケーブル可能な設計ね、まあ、これが楽しいんだよ。いろいろリケーブルをして楽しむのが、ね。で、プロフェッショナルチューニングテクノロジーということで、ACG 音楽に非常に対応できますということで、あと電子音楽および純金属音楽に、素晴らしい解析度を持ってます。オーディオマニアはこのトリッポインウィン TC01 を使って ACG 音楽を楽しむことができますっていうね。ACG。味の素と世代富士とはまたちょっと違うよね。違うね、うん。はい。で、10mm SI プラス PU 複合磁気ダイナミックドライバーということで、今回はワンダイナミックドライバーになります。はい。で、一応ね、コンセプトとしては、TC01 は17オームの低いインピーダンスを持って、ね、オーディオマニアがスマートフォンでこのイヤホンを駆動できます。それと TC01 も差し込みしやすい、オーディオマニアが差し込みにくいの悩みがありません。プロフェッショナルチューニングテクノロジーね、TC01 は高品質なダイナミックドライバーを搭載しましたが、この一点であまり不足だと思います。弊社のエンジニアはこのイヤホンに心を尽くしてチューニングしましたということなんだね。で、フェイスプレートおよびシェルが金属ね、そしてキラキラしているね、まあそうなんだね。 Bluetooth モジュールと組みましてワイヤレスイヤホンになることもできる。Bluetooth モジュールと組み合わせワイヤレスイヤホン、 Bluetooth モジュールってなんだ。これはそれがついてるのかな、ついてないのか。Bluetooth モジュールと組み合わせ、モジュールと組み合わせて、うん、 Bluetooth の飛ばし圧を使えばってことかな。ちょっと待って、どういうこと。 Bluetooth モジュールと組み合わせ、 Bluetooth 飛ばしワイヤレスイヤホン、そうなの。どっち、有線無線両対応ってこと。どっち、本当。ブランドはトリッポイン、モデルが TC01、 インピーダンスが17オームで、結構数字低いよね。で、感度は104デシベルミリワットね。で、周波数帯がこれ
10Hz から 4万Hz なんで、こちら辺が 20Hz からなんで、さらに低い方から来てるね、これね。で、プラグは 3.5mm の資料プラグ、ケーブルの長さは 1.25mm、まあ、平均的です、これはね。で、マイクはありなしで、これはないモデルになりますね。で、リケーブルが可能で、ドライバーは 10mm。ああ、まあ、詳しい内容は書いてないね。じゃあ、レッツオープンボックス行きましょう。じゃあ、上からの見下ろしになりまーす。はい、見えますか？じゃあ、今からね、開封したいと思います。で、ビニール、ね、シュリンクパッケージなんで、よいしょ。このね、まずビニールをちょっと先に取らないと、パッケージがね、テカ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 しちゃってまーす。はい、ビニールを取りましょう。ね。よいしょっと、新品未開封の証です。はい、じゃあ、開けるよ。パッケージかっこいいね。うん。まあ、日本語はないけれども、ね。はい、こんな感じのパッケージになっています。こういうとこちょっとこう模様がこうついてるんだね、これね。うん、はい、じゃあ TC01 開けたいと思います。これ、よ、これぴったんこだね、これ。ちょっと待って。ちょっと待って。どうやって開けんだ、これ。よ。ちょっと待ってよ。箱ぴったんこ、ピッチピチなんで、よいしょっと。ちょっと待ってよ。よいしょ。よいしょ。これ、箱開かねえよ。よいしょっと。箱が、よいしょと、よいしょ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 、はっ、よし、ここまで来たらいくぞ。さあ、お待ちどおさまでーす。レッツ、オープン！テレレレン、テレーン！ディキディーン！はい、こんな感じでね。いや、かっちょえー！じゃあ、まずはね、本体から出しましょう。おー、冷たい金属。あー、こんな感じなんだね。金属。あ、ボタンで引っ掛けるのかなと思ったけど、お、インナーイヤーって書いてあったけど、これあれじゃん、あの通常のやつだね、これね。通常のやつがインナーイヤーなのかな、これ。この下は何にもないよね。あ、なんか安心した。でもクラゲも何にもないけど、よいしょ。この中にじゃあ全部入ってんのかな。まあ、インナーだから中に入れるってことだから、あれか、なんだっけ、あのボタンみたいなやつは、あれは何型って言うんだっけね。はい、それでこの箱の中には、今ねちょっと落としちゃったけど、はい、しっかりとね、合格証がついております。パスね。そして、まあ、保証カードがあって、で、マニュアルがついてます。で、マニュアルは、これはマルチランゲージになってると思いまーすね。日本語はありそうもないね、これね、うん、日本語はないですね。はい、何もないです。はい、で、これね、ケースがついておりまーす。はい、ここなんかカラビナでもついてれば引っ掛けられるね。よいしょ。ロゴはついてないんだね。はい、よいしょ。おー、黒光りトライ i4 以来だな、黒光りしてるやつね。はい、まあ、ケーブルはそんなに重くはないかな、軽いかな。で、このケーブルのいいところは、すごくいいところは、あ、これ先端が丸いんだね、これね。一瞬 MM6 かと思った。これは絡まないように、これがこう、ほら、ほら、こうついてます。これがね、これすごくいいね、ほんとね。これ絡まないようについてる。で、ここにビニールチューブみたいのがないから、あの、妙に引っかかったりしないってことだね。でも、こっからこう、あ、ビニールチューブがついてた、やっぱ。太いのが。はい、こんな感じでね。これがついてるケーブルがおしゃれだね。うん、
はい、まあ、ある程度は枯れ目にくいということになりそうです。これね。ね、よじれ線だね、これね。うん、はい、そして、ああ、やっぱり枯れ目がついてた。ね。はい、これね、カラビナがついておりました。ということで、これをここにね、こうやってつければね、よいしょと、こうやってつければね、まあ、首からぶら下げるのはちょっと無理かもしれないけども、バッグなんかにこうつけてね、運んだりすることができそうです。これ嬉しいね、これね、これがついてるだけでね、あちこち持ち運びできるからね、うん、嬉しいね。はい、じゃあイヤーピースをねつけたいと思います。あ、よかった、これ普通のクラゲじゃん、これね。てっきりボタン型だと思ったよ。なんか写真で見たらさ、ボタンっぽく見えたから、ね、はい、いや、おじいは安心しました。よいしょ。ということで、これが多分ね SS で、でこれが M で、これが L なので、はい、こうなってあります。これね。なので、この M タイプをね、とりあえず中間のやつをつけたいと思います。ちょっとこうめくって、で、こうしてね、こうしてニューッと入れて、それで、ぴょんってね、これね、そのまんまね、これこうやって押し込もうと思っても、なかなか入らないんだよ。これね。なので、こうやって一回めくって、でそれでこうしてね、ニュってこう入れて、でピョンってやると結構入りやすいね。でケーブルのつくところが、あら、ここだね、これね、これがこうか、こう持つんだね。でこれが外側になるんで、おそらくこれが右側かな。あ、そうだね、こっち側が右側になりますね。L とか R とか書いてないのかな。これね、L とか R とか書いてなさそう。ここら辺、なんか記号になってる？なってないね。うん。LR かどうかは、まあ見て判断するしかないのかな。これはね。うん。はい。じゃあね、ちょっと待ってね。間違いないよね。これが右で、こっちが左で合ってるよね。ちょっと一応つけてみないとね。これで合ってるよね。うん。多分これで間違いないと思う。これ反対にしたら、ああ、もう悪いからね。うん。こっち側が右側です。間違いありません。はい。じゃあね、これはちょっとこうしまっておいて、これは使わないので、よいしょ、一回戻しておきます。はい。じゃあケーブルをね、つけるのに、今度は、右と左、多分こっち側が赤いので、こっち側が R だと思います。これね。で、これをつけるのにね、これをこうして、ちょっと待ってよ。こうなるから、こうつけるんだね。こうだね。まあ、プラスとマイナスはね、よく見た方がいいんだけど、だいたい形状からして、もう間違いようがないと思います、うん。これはね、ピンがね、これむき出しタイプなんで、ちょっと怖い。しっかりと、これほら、ピンがね、むき出しタイプなんだよ。これおそらくね、これで合ってると思うんだけど、これね、奥まで、これでいいの？これでいいの？大丈夫だろ？ちょっと合ってるかな？あ、合ってそう、合ってそう。うん。じゃあ、今度はね、こっちの方が、こうやって持って、こうやってつけるから、内側だから、こうつくんだね。必ず、こう、エビ反りになるんで、こうです。はい、こうだね。はい、これで入りました。で、イヤホンではね、結構珍しいね。この先端もしっかりと、これ保護キャップね、つけてくれてあります。はい、ゴールドメッキプラグになってまーす。これね。はい、ちゃんとね、これ2極だね、これね。うん。
はい、こんな感じになっております。じゃあ実際に音を聞いてみましょう。はい、戻りたいと思います。はい、戻ってきたよね。ということで、一応ね、よいしょと、絡みにくい、絡みにくいけど絡む絡みにくいけど絡む。はい、こんな感じでできました。じゃあ赤い方が右だと思うので、もうこれも持って判断するしかないからね。これで、これ反対だ、こっち側だ、こうだね。でこのケーブルが出てる方がこう前に来るんで、こうつけて、でこう引っ掛けるんだね、これね。こっち側もこの出っ張ってる方が、このケーブルが出てる方が前になるんで、こうつけて、でケーブルこう引っ掛けるんだね。うん、あ、これね、こういうイヤホンと違って大きさがちょっと一回りちっちゃいんだね。すっぽり入る、密閉性だこれ、すごい。フィット感はここら辺のやつより全然いいっていうか、あ、密閉感すごいわこれね。ほんとね、型を作って、もうこれを埋め込むためにぴったんこに作ったようなね、なんかそんなフィット感、すごい、全く違和感がない。ここすごい、この設計の仕方は、あ、すごいすごいすごいこれ気持ちいいわ、なんかしんどいけどね。はい、じゃあ音聞いてみたいと思います。ただ気になるのが、これ無線にもなるのかな、これちょっとよくわかんないけど、有線で一応聞いてみたいと思います。じゃあね、キョンキョン、一番上から1、2、3つ音を落として、じゃあキョンキョンのね、マイファンたち回り道聞いてみます。うわおうわうわおおおすごいわこれは。いやー、鳥肌立つわこれやばい、ごめんごめん、よだれが出てくる。あー、いい音って、うん、ちょっと音上げる。うわー、これね、これね、分かりやすく言うと、このいい音ってどう、いい音なのって思うでしょ。でこれ紹介する前に、ZEX とかここら辺紹介するじゃん。でこれがすっごい、もう次元が違ういい音なんだけども、何が違うかっていうと、分かりやすく言うと、分かりやすく言うと、例えば、パイオニアのプライベートね、プライベートのグレードがありますね。で、5シリーズがあって、7シリーズがあって、9シリーズがありますね。でこれがね、5シリーズだとしたら、もう明らかに7シリーズだなっていう感じがする、本当に。で、初っ端な高音を聞いた時に、音の高音の粒々のシャワーでお眠かいみたいな、あのね、すごい高音が澄み切ってるっていうよりも、高音がね、なんて言ったらいいの、すんごい、このなんだろう、なんて言ったらいいんだろう、この表現は、キラッキラしてる、キラッキラしてる、高音の一粒一粒がキラッキラして、シャワーようにシャーッとこうシャワーが流れてきた感じで、びっくりしたんだよ。で、キョンキョンの声も、もう、キラキラしてる。本当。これね、
音がキラキラしてるっていう表現がドンピシャで、ああじゃあ高音質なんだと思って、じゃあ低音はじゃあその分ちょっと物足りないのかなと思ったんだよ。そしたらドーンってこう来たんで、このドーンもこぼるドーンじゃなくてこうデーンって感じのできたんで、結構迫力来たんでびっくりしちゃったんで、おじいちいちで今音を上げてみたんだけど、もう歪むとかね、ビビるとかそういうことがなく、いやーなんだのね、次元が違う。この音をね、過去に似たような音を聞いたことがあるかっていうとない。この制裁者はねない、過去に。もうちょっと聞いてみるよ。いや過去に聞いたことないわ、このクリアさは。あのね、音がね、なんかまるでね、配列を聞いてるような感じ。なんか配列音源聞いてる、配列じゃないよこれ、全然配列じゃないんだけど、配列音源を聞いてるような、そんな音に化けてる。なんだこりゃって感じだね、すっごいな。ちょっとねウィスパー聞いてみるよ、大変ないって聞いてみる。うわー、いきなりこれか。やばい、うわー、低音のブーンってことがもうズグズグズグってくるよ。あのここでね、タカ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 って言ってるのが、いやーこれはもう言葉出ない。キョンキョンがここにいる、生キョンキョンがいるここに。やばいぞこれこれはすごいわ、これはすごいわ。カムイさん、この音を聞かないと。うわー、もうね、高音寄りとか中音寄りとか低音寄りとかそういう次元じゃない。もう何、粗探しがない、完璧な、想像をはるかに超えた高音と透明感、透き通り感と、この鳴らし感とツヤツヤ感とキラキラ感が出てきて、臨場感もすげえし、いやーボーカルが素敵だし、もうはっきりくっきりとして、低音もすごい、この位置関係がいいし、うわーたまんない、これはもう鳥肌もんだ。これ、この感動が今まであっただろうか、すっげえこれやばい、ナンバーワン。いや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 、これリケブリいらんでしょこれ。雑味も何にもないの、ほんと雑味がない。いやー、まるでその場にいる感じ。いやー綺麗綺麗、もう綺麗っていう言葉しか出てこないよ。これはすごい、すごいとしか言えない、言葉がもう見当たらない。全然、いやー痺れたわこれは。ちょっと一回止めよう。もう今日の日のために、この音を聞くために、ああ生まれてきたんだなって感じがするね。いやーいい音だな、もう想像できない、いい音。
考えたこともないし、こういうなり方があるんだっていうのを想像したこともない。こんなに綺麗な音があるんだっていう、もう高音から低音からもう綺麗いやーたまんないね、これはね、言葉が見当たらん。これはもう一言で言うと食ポチ、これは食ポチ、これはすごいわ。ちょっとアマゾンミュージック聞いてみよう。わあ、もうしびれたわ。これこれやばいんじゃないの、おじい持ってる他のイヤホン。うわー、このピアノの響きが、アマゾンミュージックでも出方違うじゃん。音はしょぼいんだけど、わー、別物みたい、生々しい。2、3枚ぐらいこう見えないものをパッとこう外したような感じ、全然違う今までと。すー、あのねこれでワンダイナミックドライバー、いや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 、これすごいな。プライムミュージックのあのしょぼい音と聞いても全然違う。うん、いやちょっとすごいな。もうちょっと違う曲聞いてみよう。黙りませんねこれはね。一人間近で聞いてみよう。おお、もうドラムっていうのは、なんていうの、跳ねてる感じが分かる音のあ、ここのシャカシャンっていうあのマラカシみたいのとかね、すごい隠れてる音もここの位置でしっかり聞こえるし、あー、これ音の定義しっかりしてるね。タンタンタンタカタンっていうのも ここにあるし、位置がみんな違う。これ本当にワンダイナミックドライバーなの？どうやって表現してるんだこれ。いやー、いい音だこれ。今鍋が出てきて、今涙しすぎれてるよ。うおー、こりゃやばい。いや、今涙目になってきてよ、ほんとやばいやばい。うん、山田なでしこしていない。ああ、もうこのチャカポコ感がもう全然違う。これね、あの昭和の時代にお金持ちのお坊ちゃんがいい車でカロチーラくっつけてポコ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 鳴って、うわすげえいい音って聞いたような、あの感じだね。ワングレード上って、おお、このシャカポコシャカポコが全然違うよこれ。ちょっとこれ聞かせたいけどな、聞かせないのかな、今日は聞かせられないけど、うわこれやばいな、これ。いやー、涙できた今、本当いい音で。
いや本当いいよさこれ。びっくりする。いやー鼻水出てきたよ。いいよ。すっごい。これどこにスピーカーかわかんないけど、あ、マイク聞こえる？聞こえる？これもすげえいい音じゃん。やばいな、これすごい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 。あのね、これね、今まで聞いたいい音で音をつけるとしたら3万円の音だね、これね。すっげえいい音だな。いやーびっくりだよこれ。いやーびっくりした、もう言葉がない。これは言葉で説明するよりも、まあ、自信を持ってポチってって言うよ。でこれね、いやすごい高いんでしょって思うでしょ。おいじこれ値段はもう見て知ってるんだけど、ここら辺をリキーブルで一緒に買える方だったら買える。買いちゃうよこれ。やっぱりよ、ちょっと一個だけ確かめさせて。これあれだよね、ワイヤレスにはならないよねこれね。ちょっと一回だけ確かめてみるけど、Bluetooth オンにしてみるよ。これどこでやるんだっけ。 Bluetooth をオンにして、これなんだっけ、これ名前なんだっけ。 TC01 か。利用可能なデバイスくるくるってやって、ワイヤレスにはならないよねこれ。これ外せば出てくるとか、今のところ出てこないけど、もう線にはならんよねこれね、さすがに。だって2ピンだもんね、うん、あコードが触ったから消えちゃった。この2ピンはね、なんか落ちちゃいそうで、すごい怖い、ちょっとぶっちゃけね。切れちゃったんで、うん、まあこれは出てこないわな。B29K62、なんとかと S2 だからないよね。P30ライトないよね、うん、一応無線にはならないです。だからなんかを使えばなるのかもしれないけど、一応ないよね、うん、ないです。はい、有線イヤホンになります、これはね、うん、はい。そんなわけで、いやこれはねちょっとシリーズ化して動画作りたいな。うわー、このギャップがすごいな。いきなり一言で言うと、おじ舐めてた。この上にもう一個控えてるんで、あ、これに毛が生えたやつだなって思ったんだけど、いや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 。さあ、お値段ね、発表したいと思います。これはね、もう即ポチレベルですよ。レベルじゃなくて、即ポチ、もうね。はい、行きたいと思います。もう、行くよ。せーの、ドカーン！お値段びっくりして、これ。これ、お値段が、はい。5180円です。信じられる。 2% ね、104ポイントつきます。でこれね、色が2種類あるけども、こっちの方を選んでも同じです。お値段は同じ5180円となっております。これも素敵だねこれね、うん、でこれ見た時に、これ、まあ、TC01、これ箱、これ合ってる、これ本当。あっちの方と入れ替えちゃったってことないよね。あっちのいい方と入れ替えてない、これ。
ちょっとおじいもしかしてやらかしてない？これこの音がご支援なわけないよね。やらかしたかな。合ってるね、合ってるよね、合ってるよね、間違ってないよね。すっごいな、合ってない、あ、合ってる、合ってる、これはね。ということでちょっと信じられないんだけども、お、5180円です。これね、びっくりです。で、有線イヤホンを買うときに5180円って言うと5000円かって、ね、ヘッドホンで5000円って言うと、私もヘッドホンで5000円で、ね、借金枕までしか買わなかったから5000円って言うとね、結構うーんってこう考えたけども、でも5180円送料税込みでね、ポイントもくっついて、で、まあ、イヤホン1個って言うと、あ、結構いい値段だなっておじはぶっちゃけ思うんだけど、この音を聞いてもう衝動買いしない人はいない。もし店頭にあったら、あ、これください、あ、すいません今在庫切れてるんで、それ、あ、もうこれでいいからこれくださいって絶対に言うよ、本当に。これぐらいね、これはね、もうすごいあの音が綺麗とか澄み切ってるとかクリアとか、あの今までその言葉を使ってきたのは何だったんだっていうね、もうこのためにある言葉でしょって思ったね。これはすごいです。多分この音を聞いて気に入らない人は多分いないだろうし、この音を聞いて、うん、ケチつける人ってどういう人なんだろうなって、まあいないと思うけどね。もうひげも全くないし、そのひげが少ないんじゃなくて、もう全くない、すごい綺麗な音だし、もう音のもうシャワー、ほんと綺麗な音なんで感動してました。おじもう音聞いて涙出てきたの久しぶりだよ、ほんと。過去に1時間ぐらいあるんだけどね、うわーいい音ーっつってね、薬師丸ひろ子のテクニックスのね、あれみたいにこう薬師丸ひろ子がポロッとこう涙流しながらでっかいポスター貼ってあったことがあるんだけどね、それぐらいね、涙が出てきちゃういいね、だって年頃なんだもん、分かってって感じでね。はい、そんなわけで今回はすごい、これおじいの中で今もうナンバーワン、今感動してます。エイジングも何もしてないけど、ちょっと聞きまくり、これはちょっとタイミング的にちょっとね、今日の今日の昨日の今日でちょっとあれなんだけども、いやー、やっぱり全部手の内でも見てからね選ぶ方はね賢いっていうか、これはすごいわ、ほんとすごいわ、びっくりだわ、ね。はい、そんなわけで、エイジングの使用は全くないんだけども、一応使い込んでまた改めて動画を作りたいと思います。まあ、とにかく一言で言うならば、まずポチれ、そこからですね。ポチった方から幸せになれるね。まずはね、こっからだね、本当。いやー、おじいはすごいものを知ってしまった今までに想像したことがない音、音の出方したので、ね、びっくりしたよ、これね。これがね、1DD だよ、これ。信じられないね。どんなチューニングをしてきたんだよ、これ。はい。終わります。おじいは頑張ってね、夕飯買いに行きます。半額セール、勝ち抜いていきたいと思います。ね、今日日曜日だからね、争奪戦です、ね。ライバルは結構多いから、頑張って取っていきたいと思います。そんなわけで、いや、鳥肌が立つようないい音でした。もう、マスターテープを聞いてると言っても過言ではない音を聞くことができます。ね、おじい、ご了承したいと思います。これね。はい、そんなわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画も見てちょうだい。またね、バイバイ。もう感動しまくり。